皆さんこんにちは。鹿児島ユナイテッド FC 応援リーダーの田辺隆です。今日はちょっとあいにくの雨ですけど、雨とかあとは今ちょっと家にいることが多くなると思うんですけど、そんな中家でもできるボールタッチ、ボールを使って、サッカーの技術を上げようという、そういうトレーニングをちょっと今回はこちらスクールリーダーのもくちゃん一緒にやりながら、家でもできるボールタッチトレーニングをやっていければと思います。自己紹介をお願いします。こんにちは、月火水木曜日のもくちゃんです今年からスクールリーダーとなりました。今日は雨の中元気を出して、はい、ボールタッチを子どもたち伝えたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。拍手。じゃあ早速やっていきたいと思います。家ってやっぱ狭かったり、あのボールでどんどんやったらお父さんお母さんに怒られちゃったりするかもしれないので、なるべくこう家で迷惑にならないようなボールタッチを一つずつ説明しながらやっていきたいと思います。まずは皆さんやったことある人もいるかもしれないですけど、最初はインサイドタッチ、ボールを自分の股の下、真下に置いてもらって、でインサイド、インサイドってここですね、インサイドでボクシャもじゃあ一緒にタッチする、はい、これ1畳もないスペースなんで、まあ、家だったら確保できるのかなとは思うんですけど、ポイントとしてはまあ、ボールを蹴るってよりも優しく運んであげるっていうイメージでできたらいいのかなと思います。多分高学年とかはできると思うので、うん、ボールを見ずに、そう、レベルこんなん簡単だよっていう子はボール見ないで、ボール見ないで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 、1、2、3、7、誰かお友達がいれば数字出してもらって数字見ながらとかやってみても、で難しければちょっと見ながらこう顔を上げる、見ながら上げるってしてたらもうだんだん慣れてきたりするんです。で次がこれが何だったら2タッチ、同じなんですけど、トン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 、トラップして、ケンです、そう、トントントン、ケンケン、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、2回、さっきのは1回でしたけど今度は2回、トン、微妙なボールタッチのコントロールがちょっと難しいので、ぜひぜひチャレンジしてみてください。次が足の裏でのタッチ、こういうボールを動かさずいいですね。できればボールをこうやって動かしちゃうと、で強く動いちゃったりするとこれ飛んでっちゃうんです。これが僕の頭だと思って強く回れたら痛いんで、優しく優しくボールの中心を捉えて触ってあげるっていうのをちょっと行きましょう。はい、タッチタッチタッチ、できればボールをあんまり動かさないように優しく、でもしっかり触るっていう、この微妙な感覚、特に小学校年代は神経系の発達とか成長する時期なんで、ぜひこういう細かいタッチをね、優しくですね、うん、いっぱいやってもらったらグンって僕ら大人と違って伸びていく可能性もすごい秘めてるので、ぜひたくさんやってみてください。次がロックカウントで回転するっていう、1、2、3、4、5、6でまた1、2、ちょっとスリッピーなんで僕の技術っていうよりはちょっと下がスリッピーなんで行きます。1、2、3、4、5、6、1、2、3、4、5、6っていう感じで回るっていう、でこれも今さっき踏んじゃって滑っちゃいましたけど、はい、強く踏むっていうよりはしっかりボールを優しくコントロールしてあげて、1、2、3、4、5、6っていう感じでできればなと思います。息大丈夫ですか？現役に対してもう半年ぐらい過ぎそうなのでちょっと息が上がってますけど、はい、こんなんじゃへこたれないです。まだ始まったばっかりですからたくさん数やるの苦手で、はい、続かない人間だったので、うん、自分ができる数、例えば1種目10回とかやってもらって、でもっと足りないなって思う子はもっと増やしてもらっていいし、基本的に10回以上、10回を目安にやってもらって、最低ね、最低で、メニューもちょっと多いので、でそれをじゃあ1日じゃあこんだけしよう、少ない数でもいいから設定して、でもそれを毎日続けるとか2日に1回続けるってなったら1年間にしたらすごい数になるんで、努力と言えるんじゃないでしょうか。だからそうやって自分ができる範囲でやっていってもらえたらなっていうふうに思ってます。で次は引いて、足の裏で引いてインサイド、引いて、引いて、インサイド、トン、トン、で慣れてきたらちょっと早く、引いて、インサイド、右で終わったら次、左足引きたいので転がす場所も
こっちに行っちゃったら次やりにくくなっちゃうんで、出す場所も優しく自分の正面正面正面に正面に、これ正面で余裕ある子はちょっと顔を上げてこうやってもらってもいいのかなと思います。で次が同じ流れです。引いてアウトサイド、引いてアウト、アウト、アウト、つま先を自分の軸足の方、立ってる足の方にしっかり向けてあげる、向けてあげてボールを優しく押し出したい、押し出す、押し出す、だから蹴るっていうよりサッカーって押し出すっていうイメージが、ドリブルもそうですけど押し出すっていうニュアンスの方がいいのかなって思います。できない低学年はこんな風に、あ、できない子はこんな風に引き足だけでも OK で、別にとあのステップ踏まなくていいから、引いてアウト、引いてアウト、引いてアウトっていう感じでも、慣れてきたら反対もちょっとチャレンジしてみて、チャレンジ、チャレンジっていう感じでやっていってもいいのかなと思います。サッカー触るとこいっぱいあるんで、7種類あるんで、まずインステップキックっていうね、インステップ1つ、インステップキック、靴ひもがあるところらへんで蹴るインステップと、パスをよく、パスでよく使うインサイドと、今触ったアウトサイド、アウトサイドとトーキックって言ってつま先、それからかかと、それから足の裏とフリーキックを蹴りますよね。あの時に使うのはこの親指の横らへんのインフロントキックっていう、カーブをかけたりするときはここにこう当てて蹴るっていう、この7種類があります。そういうところをたくさん使っていくんで、こういうボールたちはだからこうやっぱボール蹴る瞬間ってもう一瞬じゃないですか。だからその一瞬のためにこうやってボールタッチをして、感覚っていうものを養ってもらって、で自分がもっと上手くなっていくっていう、そういうトレーニングなんで、こう上手くなるためにきついですけど繋がってきますからね、自分が上手になるためにね。引いてインステップ、引いてインステップ、引いてインステップ、今教えた難しい子はゆっくりで、でできる子はこうやってハッカハッカ引いてインステップ、これも転がす場所、押し出す、トン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 、蹴るよりは押し出す、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 押し出すっていう感じで、足裏で引いてインステップ、これやりましたね。だから難しい子はこれで、できる子はトン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 、ここ早く右手で、ポイントはやっぱり軸足のこのケンケンですかね。そうなんですよ、サッカーってボールを触っている方の足が大事、大事だってこうみんな思っちゃう子もいるんですけど、実はこの触ってない方の軸足でバランスをとってステップを踏むっていうのがすごい大事で、よくできない子ってこう膝が曲がらないんですよ、だから膝でちゃんとクッション取ってあげて、トン、ボールが来て触る瞬間、シュートの瞬間と一緒ですよね。だからシュートする時はこうやって膝が沈むんですけど、 そのイメージも持ちつつこうしっかりクッションを取ってあげる、トントン、だから伸びっぱなしだとどうしてもボールが見えづらくなったり、体 あのこのブレが大きくなってしまったり、どうしてもこうボールタッチが繊細にできなくなっちゃうので、ぜひ膝の動きをね、大事です、うん、まだうまくできないなっていう子にはとにかくボールに触れてもらって、ゆっくりでもいいからその1回できるようになる喜びみたいなものを知ってもらうためにも、引いてトン、引いて当てる、どこに当てるっていうのをちょっと意識してもらって、これがずっと繰り返しできるようになればいいのかなって思います。で次のメニューが引いてインサイド、さっきはその場でこう前に出してましたよね、うん、ボールを引いてインサイド、引いてインサイドっていう形で、これをちょっとサッカーに近づけます。インサイド方向は変わります。引いてインサイド、引いてインサイド、引いて方向変えます。トントントン、ちょっとこれまだ難しいなって子も多分いるかもしれないですけど、ゆっくりでも大丈夫、そうゆっくりでもいい、この足を方向変えてから、そうですね、さっき言ったように軸足が大事で、この軸足が動かないと、あ、開いちゃって、足が開いても次にボールいけなくなっちゃうんで遅くなるんですよね。トントンって時間かかっちゃうんで、ケンケンをするような感覚でトントン、ボールを引いてこっちの足インサイドで触るときは、触るときにこっちの軸足、立ってる足もこっちに向けるっていう、トン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 、抜ける、このステップ、だからサッカーってリズム感が大事って言うんですけど、まあ、もう本当にこういうところにつながってて、だから音楽を聴くとかも耳でリズムを養うっていうのもすごくいいっていうふうに僕は聞いてるので、だから音楽かけながらボールタッチしてみるとか、そういうのもすごくいいみたいですよ。僕はあのたまに家でやってますけど、次は引いて、引いてアウトサイド、アウトサイド、これまたちょっと難しくなるんですけど、
引いてアウト。反対の方向に持っていくんですか。そう、逆に、うん、小指のところですよね。そう、小指の付け根、あ、付け根のところに運ぶですね。運ぶ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 。やっぱり軸足が動いてますよね。そう、軸足が大事です。次行きたい方向に軸足をしっかり向けてあげる。で、あともう少しですね。次は引いて足の後ろをインサイドに通すっていう、ちょっとまた難しい。引いて、これですね。引いてインサイド、ちょっと難しくなりますけど。で、こうやって僕みたいにボールが一定方向じゃなくてあっちこっち行っちゃうとすごい難しくなっちゃうね。できれば同じ場所をしっかり、体が前に動く。そう、だからこれも軸足、触ってない方の足が大事。この瞬間にこのボール触ってない方の足を前に持っていかないと、こう繋がってくる道ができなくなっちゃうんで、だから触って引くときに足を前に出す。で、インサイドで転がす。で、次また同じことで引くときに前に出してインサイドで押さえて転がすを流れでやると、引いてインサイド、引いてインサイド、トン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 っていう感じで、ゆっくりでいいからまずは2回やってみる、あの片足ずつ2回やってみたり、で、できるようになったら秒数決めて早くやってみたり。で、僕がやってたのはちょっと早めの音楽を流して、その音楽に合わせてこうリズム取りながらボールタッチをやってみるとか、そういうのもすごく面白いのかなと思います。で、次がシダス。これサッカーの試合中よく日本代表の選手とかも使ってますけど、相手と1対1になった時にね、こうやってシダスしてポンって持っていったりとかしますけど、それの基礎的な、みんなが一番最初に通る練習なんですけど、なんでプロ選手がやってうまくこうシダスができてるかっていうと、やっぱりこういう地道な練習があってのことだと、ね、僕は、僕も目ちゃんもすごく見てたりして思うんですけど、そのシダスですけど、かかとありますよね、はい、かかとがボールの前をしっかり通るように、ボールの前、通る通る通る。だ、最初はちょっと難しい子は手叩くので、はい、手叩いたら片方シダスして、はい、慣れてきたら、こんな感じで。で、できる子は、どっちかって言ったら、跳ねる感じ。トン、トン、トン。最初はこう足つけて、つけて次、つけて次でもいいんですけど、はい、慣れてきてできる子は、ちょっと早く、トン、トン。もう片足ずつ浮いてるような感じで。で、これは早く、早く、早く。はい、これがシザースっていうサッカーの試合中もフェイントで使えるような。で、シザースからインサイドで運ぶっていう、今のシザース、これシザースっていうんですけど、シザースからまたいでインサイドで運んで止める、またい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 で止める。僕これ結構試合中使ってました。あの公式戦とか自分が現役でやってる時にこのフェイントで相手を抜くっていう、そう、サイドの選手もそうですし、フォワードの選手もそうですし、あの相手と1対1になった時にやっぱシザースってこう相手がいたらこっち行くんじゃないかって本気でこう騙す感じで、こうしてこう行ったり、今だと相手が足出しますよね、そこからこうやって運ぶっていう、ディフェンスも足ついちゃったらもう次の一歩って出にくくなっちゃうんで、そうです。だから何が言いたいかっていうと、今やってたのボールタッチとまさにつながってて、結局シザース今やりましたよね。シザースやってアウトサイドで引いて出しとかやりましたよね。こうやってで、これもやったじゃないですか。でもこの感覚っていうのがすごい大事で、またいだ後にどのぐらいボールを持っていくか、運ぶか、出すかみたいな、その感覚ってやっぱこうたくさん触ってないと感覚でつかめないし難しいので、だからこういうボールタッチの大事で、最後今やったのがまたいでインサイドを止める、またいでインサイドを止める。そうで、これ止め方をこっちの足をこっちに軸足、足にもくっつけて止めちゃうと次またげなくなっちゃうんで、これもまた微妙で難しいんですけど、いい練習なんですよ。またいで運んで止める、ちょうど間ができましたよね。この間が大事、間に
足を通してまたいで運ぶ、またいで運ぶ、またいで止める場所、止める場所、ここに止める、止める、止めるっていう、そうそうそう、でこっちにボール流れすぎちゃうと今度またぐのが大変になるから、ここまでこう行かないといけなくなっちゃうからいう練習。最後が、まあ、最初にやってのよかったんですけど、インサイドタッチ、このインサイドタッチだったじゃないですか。これで3回目123回目で足の裏で転がす123123123123123123。ちょっと疲れてきますね。全然大丈夫です全然大丈夫です。俺今強いんで、本当は弱い人間なんですよ。でもね、弱いからこそたくさん練習しないと不安で、いっぱい練習してこうやって今あの夢を叶えて、もう引退してしまいましたけど、だから練習ってやっぱ嘘つかないですよね。ボールどんだけ触った数って嘘つかないんで。あと1個なんですけど、もくちゃんも日頃から言ってますけど、たくさん練習したやつが上手くなるじゃないのかなって。じゃあどういうやつが上手くなって目標達成するような上手いやつになれるか、日々の練習をどんな意識を持ってやってるかっていう。そうですよね。ただこうやってボールをね、じゃあインサイドタッチしてって言われて、トントンってなんとなくこうやってボールあっち行ったりこっち行ったり後ろで触ってたりどっか行っちゃったりだと、ただボールを触ってるだけになっちゃうんで、じゃあ今日はできるだけもう自分の足元からぶれないようにしっかりインサイドで触って、まだ下手くそで顔は上げれないけどちゃんとボール見てこうやって自分の足元でずっと動かそうっていうちょっとした意識を持ってやるだけで全然うまさって変わりますよ。だから今インサイドもそうですけど、今までやったようなメニューとかを何か一つ意識を持って、じゃあこの引いてアウトはちゃんと次触りやすい場所に置いてみようとか、引いてアウト次触りやすいところに置いてみようと、でこうまだ難しいリズムのテンポ出してできないっていう、こういうことしかできないっていう子でも、じゃあちょっと今はこう足ついてやってしまってるけど、じゃあ3回だけバランス取りながら引いてインサイド、引いてインサイド、引いてインサイドやってみようかなっていう、このちょっとした意識が上手くなる近道だと思うので、俺は上手くなりたいんだ、もっとこうなりたいんだっていうのを考えながらやってもらえたらいいのかなと思います。ボールタッチとか家で狭い空間の中でずっと、はいはい、やるのももちろん大事だし、逆に自分の弟とか、はいはいはい、妹とかその兄弟で一緒にやるのも一つの方法かな。そうだね、はい、教えてあげるのもこれやってみて、そうです、そうです、違うよこうだよ、もっとこう引いてアウトでしっかり触らなきゃみたいなのね、兄弟で掛け合いながらやってみるっていう、はいはい、すごいね、うん、いいですね。逆にお母さんとかお父さんにも教えてあげた方がそうそうそう、だから自分で今見てやってみたことを今もくちゃん言ってくれたみたいに、パパママやってみてよみたいなのを言ってみるのも面白いかもしれないですね。意外と多分お父さんお母さんとかできないですかね、こういうのリズム感って失われてきてるんで。でお父さんお母さんもしできたらもう大きな拍手を送ってあげてくださいっていうね、ボール一つで兄弟ともお友達とも家族ともつながれますからね、サッカーっていうのは。で今やったのはこの範囲です。すごく狭いんですよ、畳1畳分もないんですけど、ここ畳1畳分もないんですけど、このスペースさえあれば今のボールタッチできますからね。なのでお父さんお母さんぜひ家の中でちょっとうるさいとか言うと分かります、すごく。僕も親なんで分かるんですけど、雨降ってたりこうやって今休みが長期になりますよね。そういう時ちょっと子供たちがテレビゲームもいいですけど、テレビもいいですけど、こうやって体を動かして何かこう遊べる楽しめるっていう活動を、ぜひサポートしてあげてもらえたらなと、僕が言うのもなんですけど、一緒にチャレンジしてみてください。鹿児島ユナイテッド FC のチャンネル登録、それからいいねボタンをぜひよろしくお願いします。お願いします、はい。